男子110メートルジュニアハードル予選は続いて第5組です。8名全員の出場です。さあ第5組がスタートです。さあ先頭は2レーン山本くん東海、3レーンは浜中くん穴水、リプレイをご覧ください。さあスクリーンには結果が表示されていますが、木幡が上がっていますので正式な記録は後ほど申し上げますが、山本くん東海が15秒31、浜中くん穴水が15秒50、結城くん新潟下山が15秒62、追い風 0.5 メートル。以下はスクリーンをご覧ください。